おはようございます、こんにちは、こんばんは、フィリピン愛です。今日もフィリピンのニュースをピックアップしてお届けします。ルソン島、山村する油流出物の抽出には最大30日かかる見込み。山村する油流出物の抽出には最大30日かかる見込みです。フィリピン政府の役人は5月27日の土曜日に、オリエンタルミンドロとその周辺地域の油流出物の抽出には1ヶ月かかると発表しました。この発表は大統領府広報室が発行した声明で、オフィスオブシビルディフェンスの管理者であるアリエル・ネポムセノが述べたものです。油流出物に対応しているフィリピン沿岸警備隊 PCG のアルテミオ・アブテイトクも同様の見解を示しました。またマラカニアン宮殿は、油流出物を抽出する船舶であるダイナミックサポートベッセル DSV が5月26日に国内に到着したことも発表しました。 DSV ファイヤーオパールはマレーシアンターフェッジ&サルベージコーポレーションによってチャーターされ、プロテクション&インデムニティ保険クラブと契約された船舶です。この船舶は残存する油流出物を組み上げ、その後廃棄物タンカーに移送します。回収された油はその後処理されます。マラカニアン宮殿によれば、 DSV ファイヤーオパールは土曜日の夜にスービックを出発し、日曜日にバタンダスに到着する予定です。その後指定された任務地域に進みます。また日本の船舶新日丸は遠隔操作可能な車両として3月にオリエンタルミンドロでの清掃活動に参加しました。その間、国防省の上級副次官であるカルリト・ガルデス・ジュニア氏は、比叡境海岸の 74.71km 中 62.95km または 84.26% が5月10日時点で清掃されたと述べました。大光国防長官は、これまでに油流出地域で6801リットルの油廃棄物と30万 603.6 リットルの油汚染廃棄物が収集されたと追加しました。フィリピン政府によれば、残存する油流出物の抽出には最大30日かかる見込みです。ダイナミックサポートベッセル DSV が国内に到着し、抽出作業が開始されました。これにより被害を受けた海岸のほとんどがすでに清掃されていますが、作業はまだ進行中です。今後の天候条件によっては抽出作業がさらに遅れる可能性もあります。皆さん、フィリピン政府はこの重要な作業に取り組んでおり、環境への悪影響を最小限に抑えるために全力を尽くしています。残存する油流出物の抽出が完了した後は、被害を受けた地域の回復がより早く進むことでしょう。以上となります。今日も目に留まったニュースをピックアップしました。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとう。どうか素敵な一日を迎えてくださいね。ではごきげんよう。バイバイ。